ヨハン・アウグスト・アーペルの肖像ヨハン・アウグスト・アーペルは、ドイツの法律家、著作家、ライプツヒに生まれ、同地で没した。アーペルは、法律家で、ライプツヒ市長も務めたファインリヒ・フリードリヒ・インノツェンツ、アーペルの末息子として生まれた。ライプツヒのトマスコーで学び、アビトゥアを得た後、 1789年から1793年まで、ライプツィヒ大学とビッテンベルクのロイ・コレアで法学を学び、1795年に法学博士号を得た。ライプツィヒで弁護士として開業したアーペルは、1801年には市議会議員に選出された。作家としてのアーペルは、当初は古典主義的なドラマを書いていたが、後には恐怖炭、幽霊炭へと、 どんどん傾斜していった。アーペルが有名になったのは、フリードリヒラウンという変名を使っていた、フリードリヒアウグスト・シュルツェとの共作であった、ジェスペン・シュターバッチなどと紹介されるのシリーズによってで、あった。台本作家ヨハン・フリードリヒ・キーンとは、アーペルの小説、マダンのいてを原作として、カール・マリア・フォン・ウェイバーのオペラ、マダンのいての台本を書いた。 アーペルが出版したメトリックは大きな学術的論争を引き起こした。この時論争の相手となったのはアーペルのかつての仕事フリートハーマンであった。両者の論争が和解しないままアーペルは1816年8月9日にライプツヒで没した。アーペルの息子テオドール・アーペルは長じて作家となった。ありがとうございます。